今年の夏はエルフェンと熊谷市の雪熊がコラボしています。動画でエルフェンの選手が雪熊を紹介していくので、ぜひチェックしてみてください。そして熊谷に雪熊を食べに行ってみてください。それではチフレエースエルフェン埼玉の選手による雪熊紹介動画、27店舗中まず7店舗第1弾としてご紹介します。どうぞ。はい、塚本奈緒です。じゃん、あの西田園、ほうじ茶とオレンジのチーズクリームブリュレ。ほうじ茶の香ばしさの中にオレンジの酸味とチーズクリームのコクを合わせたブリュレの香ばしさが贅沢に香る一品です。どうですか、口の中に入れたらさ、どうなるかさ、楽しみなやつだね。美味しそうですね。あのブリュレが食べてみたい。続きまして、はい、小島美久です。じゃーん、シノン洋菓子店、キャラメルチーズ、バニラの風味漂うキャラメルチーズ、洋菓子店ならではのこだわりが詰まった雪熊です。見てこれ、もうね、これがね、キャラメルチーズな。え、美味しそうだね。美味しいよね、絶対楽しみです、食べるのが。はい、橋沼真帆です。こちらです、和洋菓子三河屋杏仁マンゴー。熊谷の暑さにぴったりなニューフェイス、爽やか杏仁ととろーりマンゴーソースが絶妙。なかなか入ってないもんね。食べてみたいですね。はい、松井彩乃です。植竹製菓、熊谷産きなこクリーム小豆、北海道産の生クリームに香り高い浅入り きなこを混ぜたソース、上に自家製あんをのせ、懐かしくも新しい味です。美味しそう、クリーミーで美味しそう、ふわふわだし食べたい食べたい。口小杖です。キッツァプリマベーラさんのインディゴパイン、ダイワンパインと沖縄パインを使った甘酸っぱいソースとゴルゴンゾーラチーズの組み合わせがたまらない。え、すごい、ゴルゴンゾーラチーズ、エルフェンカラーですね。すごい、おいしそう。キッツァプリマベーラさんはエルフェンとのコラボ商品も販売していただいています。一番河野純です。商品名はエルフェンブループロテインヨーグルトです。使ってる食材はミルクプロテイン、ヨーグルト、カロリーオフ甘味料、バタフライピーです。プロテインを使ってるのでアスリートも食べれます。イエーイ、食べたい。美味しそう。瀬野ゆうきです。ゾーンダイニングみのりさんの雪熊シナモンティーです。シナモンティーの香りを味わいながら相性抜群のトッピングの食感を楽しめます。シナモンティー、シナモンティー、シナモン、癖が強い、美味しそう、食べてみたい。うどんダイニングみのりさんはエルフェンとのコラボ商品も出していただいてます。商品名はみのりの雪熊エルフェン、シロップはバタフライピーティー、タイで親しまれているハーブの一種です。トッピングにレモンとベリーミックスにミルクをかけ、提供時に別添えでレモンシロップをつけます。バタフライピーティーの青はチームカラー、ベリーミックスの丸いフルーツはサッカーボール、ミルクはゴールネットのイメージです。レモンシロップをかけるとバタフライピーが紫色に変わるので、お客様がお召し上がりになるときに色の変化を楽しんでいただけるように別添えにしています。すごい、フルーツいっぱいで美味しそう。これ食べたんですけど、すっごい美味しかったです。さっぱりして、レモンのさっぱりして、すごく美味しかったのです。あ、美味しかったのですね。よかったです、それは本当に。山本恵美です。私が紹介するのはバックパッカーズランチ、マンゴーココナッツミルク雪熊です。濃厚なココナッツシロップとさっぱりしたマンゴーのハーモニー、クラッシュピーナッツがアクセントになっています。おいしそう、おいしそう、おいしそう。皆さんが気になる雪熊はありましたか？ LINE からアクセスできる熊谷街歩きアプリ熊ブラで現在スマホでスタンプラリーが実施されています。実施期間は8月31日までの期間限定です。スタンプを集めた数によって景品が用意されているそうなので、ぜひご参加ください。
またインスタグラムではチフレ ASL 年埼玉応援メッセージ投稿キャンペーンも実施中。インスタグラムでハッシュタグゆきくま2022、ゆきくま2022と私たちチフレ ASL 編埼玉への応援メッセージを添えて、ゆきくまの写真を投稿していただいた方の中から抽選で5名様にチフレ ASL 編埼玉の選手全員分のサイン色紙をプレゼントとなっています。こちらのキャンペーンもぜひご参加ください。お待ちしております。